回講師を務めさせていただきます山下真由美です。どうぞよろしくお願いします。同じく講師を務めさせていただきます山です。よろしくお願いします。で今回は3日間ということなんですけど、今回撮るカメラはこちらですね。はい、スマートフォンで、尾瀬の魅力をたっぷり撮影して、で1本の動画を作ってアップするっていうところまでを今回のツアーでは行っていきたいと思います。なので今日はこのスマートフォンでたくさん尾瀬のいいところをいっぱい撮って思い出を残していきましょう。天気も良くなってきたのでね、太陽がね、差してきてよかった。では早速行きましょうか。レッツゴー。三池の登山口に到着しました。ここから登山道になっていきますので、ガイドさんをご紹介したいと思います。ガイドの立山さんです。ガイドの立山です。はい、よろしくお願いします。はい、で今日これからは福島県の入り口三池っていうところの三池田城っていうのを見に行きたいと思いますので、あとはこの3日間ですね、どうぞよろしくお願いします。お願いします。こちらにどうぞ。はい、なんかもうすごい、すごいいいですね。雨上がりの木漏れ日が、うわ、珍しい。ここが三池田城になりますね。立山さん、このお花って何ですか？黄色のお花。黄色の、それはお宝香って言います。お宝？うん、お宝香。なんかちょっと縁起のいい感じですよね。アザミ、野アザミがいっぱい咲いてますよ。あ、なんかベタってした。くっついた、くっついた、くっついた。下から上がってくるアリとかは花粉泥棒になるので、ここで捕まえようっていう。わあ、すごい、黄色い絨毯だ。黄色が広がってる。金光花。で、金光花ってね、夏のお花って言われてて、よく見ると下から咲いてきてます。綺麗な景色なので、ちょっと撮り方を一つ。やっぱりこう撮っちゃうんですよね。こう上からもう自分の見た目線で撮りがち。今ここに花あるけど、今回ってこう奥行きめちゃくちゃすごいじゃないですか。で向こうも山があって、この全てを含めたカットを撮った方がおそらくこの場所の良さって伝わると思うんですね。スマホのカメラを下にこう反対向けてもらって、このまま撮っても綺麗だと思うんですけど、できればこのお花にすごく寄ると合わせて、で AF6 ちょっとこう前にボケが入るだけで奥行きが出るんですね。ちゃんと空の青も映って、緑も黄色も全部映ってるっていう感じになります。こういう感じにすると空も入って森も入って金光花も入るって感じですね。こうもう両手でちょっと下支えてあげた方が本当は、本当に前のボケてる、ちょっと撮りにくいんですけど、ちょっとずつこう動かしたりすると。すみませんが、そろそろ戻ります。今日は3キロという形でちょっと歩きましたけど、でもこの夕方の時間に歩けることですごくゆっくり写真が撮れたり動画が撮れたりしたので、よかったかなって。山小屋に泊まる良いルーティンなのかなというふうに思います。金光花が10年ぶりにめちゃめちゃよく咲いてたそうで、すごい、めちゃくちゃ綺麗かったですね。よかった、あれは見た方がいいですね。講習の方で学んでいただいたこととか、その場でお伝えしたこと、即実践皆さんされてて、ね、そうすごい習得が早くってね、すごい皆さん上手に撮られてたんで、明日また編集するのも楽しみですね。これから晩御飯になりますので食べに行きましょう。はい、はい、お疲れ様でした。はい、テンションが上がっちゃう。青いお空が。住
ってことですか。電気で走ってる。馬山峠登山口に到着しました。最初ここからまずは20分ほど登って、沼山峠に到着します。でそこから一気に下がっていって大越原というところに出ていきます。でそこからまた尾瀬沼の周辺を散策していければなというふうに思っています。じゃあ頑張っていきましょう。はい、はい、これオオカメの木の実？そうです。なんでオオカメの木かっていうと葉っぱが亀の甲羅に似てませんか。それでオオカメの木っていう名前がついてますね。沼山峠の入り口っていうのは北斜面側になるのでね、雪の多い年はびっちりここが雪に埋まってます。リボンついてるの分かります？道しるべになる。だから雪のある頃にリボンをつけた印なんです。そこがおお、完璧に埋まってますね。さゆりさん大越原に来ました。日光キスゲ、そして今全開に咲いてますね。木道を歩いている感じをどういう風に撮ったらうまく撮れるかっていうのをやりたいと思います。せっかくだから三脚、三脚使いますか。スマホ用三脚って本当これミニ三脚、ちっちゃいものね、持ってるのちっちゃい、高さがあんま出ないものが多いんで、ちょっとだけこう空見上げるぐらいの感じで上向き加減にして撮っていただくと、もう足の部分から足をここに踏み入れる瞬間から映るので、すごくこう迫力もありますし、全体的な壮大さも映るので、この下から見上げる画角ってめちゃめちゃおすすめですね。ちょっとこっちを見上げたりするといい感じにこう横顔が映るんで、せっかく自分が映ってるんだったらちょっとこういい天気だなみたいな感じを少し入れるといいと思いますね。演出大事。その辺から顔が入ります。あ、いいですね。いい、いい。そうだけちょっとやっぱ演出が、ね、あると、そうそうそう、いいんですよ。で向こうから人が来るんで、向こうから来た人が、あの位置だったらちょっとちっちゃいなとか、あそこまでとか行ったらいいかなみたいなのを見ながら、あそこ歩こうみたいなのを自分で判断します。あ、バッチリじゃないですか。振り返り、尾瀬沼をバックに三本から松っていうのがね、尾瀬沼のポスターになりますね、よくね。ぬしりまで約ここから1時間ぐらいかかります。はい、あ、見えた、木内ヶ岳。総地峰って言ってピークがね2個あるんですね。でここから行くとまな板に行って1回降りて芝安倉に行くことができます。この周囲が約、ね、9キロあります。うわ、広いです ね、 ね、広い。鏡みたいに、ね、なってますね。風が、止んで。あ、皆さんお疲れ様でした。着きました。おじゃあ今からちょっとここで一つワンポイントなんですけど、ここ地頭って言って、今水面張ってますよね。でこの反射ってすごい美しいなと思っていて、さっき人が歩いてたんですけど、こうやって歩いてるとぼかしてたらあんまり人物ってはっきりしないし、ここにピントが合うことで、あ、羊草が今主題なんだなっていうのが分かるかなっていうので、こういう撮り方もあるかなって思います。羊草にピント合わせたいから、最初の講義でやった A フロックをするとこのピントが迷わないかなって感じ。今ゴマさんがモデルになってくれるんで。カメラトランジションなんですけど、壁を一つ見つけて、そこにこうスライドしていくような形で撮るんですね。
でそれが1カット目で、次2カット目をまた別の場所に移動した時とかに壁スタートで次のシーンに移動するみたいなイメージ。まずなので1カット目の映像を今ここで撮ります。こっちの景色に A フロックします。ちょっと早くしていってシュッて終わらすと、ここが一瞬ここ真っ暗になるんですよ。この状態を必ず作っておくっていうのがポイントですね。で次始まるとき同じようにこういう真っ暗な状態からスタートすれば、真っ暗と真っ暗がつながれば違和感ないんですよ。もうちょっとねこの壁に近くでもいい。あ、それぐらい近くで、はい、徐々に早くして最後めちゃくちゃ早く終わるぐらい。シュッ、あ、いいですいいですよ。ちょっと外戻ってからやりましょうね。よし、じゃあトランジションパートは一旦ワンカット目以上です。はい、次に行きましょう。あ、カワウがさ羽を乾かしてるの分かる？カワウって潜水するから羽をね乾かすんです。あえて広げて、だから乾きやすいように羽が黒いのは太陽の光集まりやすいでしょ。あれがカワウの特徴。はい、かわいい。ねえ、かわいいよね。よかった、あの姿が見られて。なかなかああいう姿見ないもんね。はい、皆さんお疲れ様でした。ヌシリから1時間かけて戻ってきました。さっきの撮影のあの続きをワンカット撮りたい。そうだ、なんか柱とか木があるところ、あの柱、あ、ありですね。この小屋を撮る感じで、さっきは柱終わりだったんで、2カット目は柱スタートでこっちを映すって感じです。ロックして壁スタートでシュッって感じですね。で一旦さっき映す方にピントをロックしたいんで、結構空とかに合わせた方が明るさがね綺麗な、完全に画面が真っ暗になるところを一旦壁で作って流れるままに。あー、そんな感じです。ただでも結構こっち映すときはゆっくり動かしたい方が見やすいですね。シュッと出して、あ、いいですね、動かし方すごい上手。うん、いい感じですね。でもこれは本当最初難しいんで、何回もやってるうちに多分動かし方とかコツは掴んでくると思うんで、はい、じゃあこの編集は後でですね。ね、お疲れ様でした。はい、どうですね、シリー、いい感じですよね。すごいいいですね。ね、地頭がね、はい、沼もあって地頭もあって、羊草も可愛い。羊草可愛かった。可愛かったですね。で、ここからなんですけど動画講習の方を行いたいと思います。トランジションがちょっと簡単な編集でできるんで、それで一回ちょっと練習っていう意味でも、ワンカット目がヌシリ撮影した素材を選択して、でもうワンカットは小僧小屋の前で撮ったもうワンカットを選択して、まあ2本追加してください。まず1本目こう前から見てもらうと、おそらくこの画面が一瞬真っ暗になる瞬間にまずこの白いバーを合わせてください。で、 できた方は1本目のこの素材をタップします。すると左下に分割ボタンっていうのが出てくるので、1回押すと今1本目の動画がチョキンと切られたんですね。分割した方の後半の素材を選択した状態で削除をします。確かになんか最初の柱があれですね、もうちょっと暗かったらよかったっていうのが、まあ、でもこれは練習なんで先頭から再生しましょう。でもすごいスムーズ。まだまだ時間あるので、この後またちょっと疑問なこととかわからない、こういうこと教えてほしいっていうのがあったらもうどんどん聞いてください。2日目はゆっくり休んで、明日は朝早起きして朝日を見ますかね。見ましょう。はい、はい、2日目本当にお疲れ様でした。3日目最終日も頑張りましょう。はい、
ございます。いよいよ最終日ですね。もうちょっと名残惜しいんですけど、今日思い残すことなく1日目いっぱい楽しめたらなと思います。今日はですね、ここからまず1時間ほど歩いて小淵沢田所に出ます。でそこからまた1時間半ほどかけて昨日到着した沼山峠休憩所の方にたどり着きたいと思います。それでは行きますか。はい、レッツゴー。完璧、最終日すごい。うん、キノコ。でも皆さん、キノコってそれが本体だと思います。これは子実体って言って胞子を巻くための体なんです。キノコって繊維状なんです。菌糸って言われてるものがあって、それが先端に酵素を出してて、こう木とかを分解してどんどん進んでいく。それで栄養をとって、ああいう子実体を時期になると出す。あ、じゃあちょっとここ皆さんね、急登なので間隔空けて登ってきてください。お、ここから窮地が、おお、よく見える。窮地が見えます。はい、ここが小淵沢湿原になります。こんな湿原が広がってるとは思わなかった。ね、一面空。あ、飛行機雲。あ、飛行機。本当だ、めっちゃいい。青空めっちゃ綺麗。やるんですけど、丸太を歩くとことかを足元を撮るのを入れると、その登山の様子とかがよくわかるので、そのちょっと撮り方をやろうと思います。あ、いいね、いいね、緑が入っていいですね。で、この苔のところを歩くんだっていう意識をしながらちょっと歩いてみてください。はい、どうぞ。あ、いいですね。なんか水たまりがあったら、あえて水たまりに足を踏み入れてピチャンって音とかを入れたりとか、それもいいかな。このカサカサって音いいですよね。あ、いい、すごい。様でした。いかがでしたか。楽しみました。あ、よかった。その声が聞こえて本当嬉しかった。嬉しいです、ね、本当天気もね、初め雨降るかと思っていたけど快晴ですもんね。朝霧も見えたりね、本当これぞ尾瀬を満喫できたんじゃないかなと思います。で、ジェマさんは普段こうやって山登りをしながら撮影はしたりしないですよね。なかなかしてないね。してみてどうでした。でもすごい皆さんとまずね、山登りながらっていうのは楽しかったですし、山すごい本当お花とか植物とかたくさん魅力がいっぱいなので、皆さんもそうだと思いますけど、撮影ねしたくなるポイントがたくさんで、すごく本当に楽しい時間でした。はい、ただお腹空きません。空きましたよね。とりあえずご飯にしに、ご飯を食べに行きましょうか。じゃあ今から日の山田村に美味しいあるものを食べに行きましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様です。